はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画を撮っていきたいと思います。今回はクレオパトラについて運用と解説やっていきたいと思います。やっていきたいと思いますだね、ページはここだね。よし、ということでスキル動画解説していきましょう。まず第一スキル、皇帝特権なんですが、自身に様々な効果をランダムで付与なんですが、これは攻撃力アップ3ターン、防御力アップ3ターンと HP 回復を付与します。で、 HP 回復に関しては、必ず入るんで気にしなくて大丈夫です。で、倍率に関してなんですが、攻撃力と防御力両方とも一緒で、レベル1で 20%、 レベル6で 30%、 レベル10で 40% アップいたします。回復に関してはレベル1で1000回復、レベル6で2000回復、レベル10で3000回復するんで、まあ相当強いんじゃないかなと思います。ただ、皇帝特権に関しては確率なので、その攻撃力と防御力アップが 60% の確率で付与されるんですよね。なんで、まあ、絶対かかるってことじゃないから注意が必要。まあレベル最大にすると攻撃と防御 40% 上がって超強いんですが、まあ絶対かかることはないっていうね。攻撃だけ上がって防御かからないとかあるし、まあ防御上がって攻撃かからないとかいうのもあるんで、まあちょっと使い勝手としては難しい感じかな。まあオジマンがいたら確定で特権つけれるんで、まあ組み合わせ次第ですね。で、次第2スキル、黄金律、これは富と体手でいいのかな、まあどっちかかな、なんですが、自身の NP 獲得量アップをこれを3ターンで、毎ターン NP 獲得状態を付与3ターン、毎ターン HP 回復状態を付与3ターンですね。で、これに関しては、毎ターン NP 獲得状態を付与3ターンは、レベル1からレベル10、スキル上げしても関わらず、スキル上げ関わらずに、NP10 獲得していきます。だから合計30アップするのかな。で、 NP 獲得量に関してなんですが、レベル1で 20%、 レベル6で 30%、 レベル10で 40% かかるんで、まあ、相当倍率は上がるね。で、HP 回復に関してはレベル1で500、レベル6で750、レベル10で1000回復するんで、まあ普通に耐久上げれるよねって感じだね。 NP 効率上げて宝具連発していくこともできるし、HP 回復することもできるんで、どちらかっていうと火力っていうより耐久寄りのサーバントなのかもしれない。で、この第3スキルですね、自身に無敵状態付与、弱体状態を解除&スター回復、スター獲得なんですが、まあ無敵に関しては一旦張ります。で、弱体解除に関しては、まあ、自分にかかっているデバフですね、それを解除いたします。で、スター獲得に関してなんですが、レベル1で10個、レベル6で15個、レベル10で20個持ってくるんで、まあ敵が宝具打ってくるタイミングにうまいことパトラさんで殴れるんだったら、クリティカルで殴っていくって感じでいいんじゃないでしょうかって感じかな。で、スキル上げに関しては、自分的に213かな、そんな感じな気がする。213か123って感じかな、自分はね。で、宝具ですね、自身のバスター性能アップ、これを一旦敵全体に、強力な攻撃プラス自身の HP を1000減らす、これがデメリットですね。ただこのデメリットに関してなんですが、この1000減らすってなってるんですが、皇帝特権レベル1だった場合 HP 回復できますし、黄金律使ってた場合ね、2ターンあればその1000のデメリット消すことできるんで、基本これに関してはあんまり関係ないんじゃないかなと思います。別にそこまでデメリットかって言われるとパトラさんの前ではあんまり関係ないって感じだね。で、バスタースキルに関してなんですが、オーバーチャージでバスター性能アップだよね、これはオーバーチャージ1で 30%、2で 40%、 3で 50%、 4で 60%、 5で 70% なんで、まあ相当強いんじゃないかなと思います。パトラー自身ね、コマンドカードがアサシンに関してはちょっと珍しい感じで、アーツ1枚のクイック2枚のバスター2枚で自身でバスターチェインすることできるんで、うまいことクリティカルするとね、相当火力上がります。バスターチェインとかした時ね、割と火力出ますって感じかな、ぐらいかなだね。
では、クエストで NP 効率とか防御威力の見ていきましょう。ひざまずきなさい。可愛がってあげるから。はい、ということでやっていきましょう。まず防御威力に関して、見ていきましょう。はい、すいません、ちょっとね、トラブルがあったんで、というか普通に機材トラブルがあったんでやっていきたいと思います。防具火力どれぐらい売れるか見ていきましょう。ソはエジプトの楽園終焉を示す時の日、ムラエウスアスパーテですが、防御威力としては、25,000 ですね、割るにしたらね。で、普通のキャラクター敵がアサシンとかそんなんじゃないと25,000から12,000程度に変わる。まあ全体のアサシンで、ノーバフでこれぐらい出るってことは、まあ相当やっぱ高めかなっていうよりね、まずねアサシンでねサーバントがいないっていうのが悲しいかな。アサシンね、本当にね全体防具のサーバントいないんで、そう考えると普通にいい感じかな。で、さっきの1000、ダメージ食らうデメリットに関してなんですが、皇帝特権あったら、それ回復することできるんで、基本なんかこれに関してはあんまりめっちゃやばいかって言われるとそこまでやばくないって感じかな。てかあれだよね、普通にクレオパトラの声優さんが釘宮さんだから、それで引きたいっていう人も相当いそう。星出し性能に関して見ていきましょう。まあいいでしょう。おだまりなさい。クイックで 6% で、おだまりなさい。NP 効率上がってるから、上げてるからっていうのもあるけど、相当やばいね。クイックバスタークイックで NP 効率のやつ上げてんのんで、普通に 30% ぐらい溜まったっていうのと、自分でスター30個持ってきてたんや。アトラさんって本当になんか NP 効率その他ものものやばいと思う。あ、皇帝特権打っちゃってるな。まあいいか。ここは普通に、殴っていきましょう。まあ、クイック性能さっき見た通りなんですが相当強いです。アーツ性能今回見れないから、こっちに、アサシンっていうこともあって自分だけで31個持ってきてますね。クイックアーツクイックで31個、相当高いです。てか普通になんでこいつ持ってきすぎだろ感はあるよ。でクリティカルで19,000程度ですね、バスターの1枚目で。まあアサシンでバスターで19,000出てたらそこそこ有効なんじゃないかなと思います。で皇帝特権うまいことね刺したいんだけどね、攻撃アップが出てくるかが不安っていう。クイック指導で見てみましょう。まあいいでしょう。フォルテッシモ。ああ星一応2個ぐらい出すんだバスターで。で入ってくれたらいいんだけどな。あ、オッケーいいね。皇帝特権入ってどれぐらい威力変わるか見てみましょう。でクリティカルとかも見たいんでね、どのバッハがお好みかな、やっていきましょう。バスター指導でどれぐらいの火力が出るか。ソはエジプトの楽園を終焉を示す時の日、ムラエウスアスパーテ。火力上がってるねやっぱり。10万だから30,000近くまで上がってるかな。おだまりなさい。で今 NP 効率のところちょっと見てもらったらわかると思うんですが、あのバスター指導なのにクイックのクリティカルで 17% 入ってるんですね。それが相当やばいっていうのもある。てか相当すごいね。で、あ、牙落ちんかったか。じゃあ次は、防御力見たんで、次クリティカルとか NP 獲得のやつ見ていきたいと思います。カット。はい、ということでやってきました。
一応 NP 効率面見たいんで普通になんか適当な感じで来ました。で間違って2030年のかけら持ってきたんだけど、キャスターより星数んでまあいいかなって感じです。よし、来やすいわね。スター集中の方にちゃんとしとけばよかったな。お黙りなさい。バスターで7で、はい、高いです見てもらったら普通にわかるけど、おかしいんだよね、ホトラさん。アーツ指導でバスタークイック、アーツ指導のバスタークイックだけでここまで持ってくるっていうのがすごいね、本当に。今のオーバーキルなかったから結構見やすいけど、本当に NP 効率はねやばいです、本当に強い。出てきた宝具はささっと打っていきたいから、あ、火力見るか、火力見てみましょう。まあ、1万9000ぐらいだったと思うんですが、あ、そっか、敵はライダーだったからか、これぐらいの火力与えます。でちょっとここはね QP 効率を、QP 効率だね、もう少し見たいんで、NP 効率見たいんで宝具はじゃんじゃん打っていきます。というかね、パトラさんはねクイック性能が良すぎるんだよね。どちらかっていうとあれだね、ジャックちゃんとか沖田寄りの性能だよね。なんかアーツで殴るんじゃなくて、なんかクイックのクリティカルとかガンガン出して NP 貯めていくって感じな気がする。で、まあ、ここで黄金術使っていきましょう。そしてどっち行くだろう。あ、いいね、クイック指導で殴ってみてどれぐらいか。デクレッシェンド。クイックのあれだね、アーツのクリティカル入らないとあれぐらいか。そこまで高くないって感じかな。あー、全部入った、素晴らしい。ただ多分これ下手しすごいことになりそうなんだけど、31から59の88、多分っていうよりね、パトラさんね圧いらないと思うなんかクイック性能がちょっと強すぎるよねこれ。いや自身のやつで NP で、獲得量アップしてるんですが、さすがにクイックであそこまでガンガン上がんのは相当ぶっ飛んでるんじゃないかなと思います。よっ、来やすい。私に目かけになるというの。でまあ普通にお黙りなさい。押し出し性能もいいしね、クイックスタートで。ソはエジプトの羅針を終焉を示す時の、てかアーツのクリティカルでどれぐらい溜まるかっていうのを見たいんだよね。ただうまいことアーツの方に行かないっていうね。エクストラアタックだけでも12溜まるんだね、すごいな。あとあれか、それプラス黄金率があるから NP が溜まりやすいっていう、相当強い。というかあれか、自身のやつだけで50個、あ違うか、24個持ってきてるから、まあ、30個近く集めてるのかな。あ、いいねこれ、こっちだ。そこは強く、バフなしでどれぐらい入るか。デクレッシェンド。42から77 35 ぐらいか。なんか気のせいかな、クイック性能の方がめっちゃ NP 効率高い気がするんだけど。あー、あれやけど完全的にバスターに関しては入りませんね、火力が、火力っていうか NP に関しては。死にそう。こういうのどうだ。マッパトラさん打って、かな。ていうかまあ普通に分かると思うんですが、あ、使っててね、これで3回目の宝具、 1ウェーブ中にこんだけ打てる、1ウェーブじゃないな、1ウェーブ1ウェーブずつかに、これだけ宝具を連発できるっていうのは相当強いと思います。
おギリギリ残った。残ったところで感あるんだよな。回復させとこう。よくてよ、帰らずの陣でスタンしてくれたらいいなって感じだね。あ、ラッキークイック、3枚目のクイックでどこまで持ってくるんだろう。10個持ってきてるな、相当すごいな。でここで見れますね。女神の加護が宿るもの。アーツチェーンしたらなんか溢れそうな気がするんで、孔明の2枚使って3枚目アーツでどこまで見るか、どこまで溜まるかか。38から55ぐらいか。 NP 高くないですか普通に高いよねこれ。あ、これちょっとやりたいことができる。あ、いいね、攻撃力アップしてくれた。ここでバスターチェーンの時の火力っていうのも見てみたかったんだよね。ありがてえ。けど本当にパトラさん NP 効率バケモンだな。ソはエジプトの楽園終焉を示す時の日、ムラエオスアスパーテ。まあけど全体防具っていうのもあるから火力はおとなしめって感じかな。21000、絶対バスターで防具よりバスタークリティカルの方が火力出てる気がするんだけど、気のせいかな。あ、ヤッキー、あ、死んでしまった。けど本当に強いな。そうだよね。やすいわ。だって多分下手しクイッククイックアーツでたまりそうなんだけど。ああ、やっぱけどやっぱアーツの方が性能は高いね。今飲んで見たわかるけど、ただクリティカルしたら、え、だって多分イメージ沖田さんと同類って感じでしょ。そうだね。パトラさんの使い方としては気持ち、沖田さんやジャック持ってる方だった場合割と簡単にいけそうね。ジャックちゃん、沖田、あとクイック性能結構高いやつって誰だ、イラケラ。まあいいや。ただこれだけ見たら分かると思うんですが相当強いです。来やすいよね。で、あの宝具に関して注意するところがあるとしたら、あの体力1000以下だった場合死にます。でなんで 1000あると死ぬかっていうと、あのこれ固定で1000ダメージ食らうんで、あの宝具打った時に体力が900とかそこら辺だったら、あの宝具打ったターンに死にます。なんでもし宝具打ちたいなって思うんだったら体力回復させる、もしくはあれだね、前にコマンドカードを置いて最後で3枚目にバスターを持ってくるとかの方がいいんじゃないかなと思います。まあパトラさん見たらわかると思うんです、見たらってよりなんとなくわかると思うんですが、もう生存率かとか回復力もう割とトップレベルに入ってくるんで、まあ相当強いです。強いっていう言葉しか見当たらないけど本当に強い。 NP 効率いいし星出しも良いし、まあ強いて言うんだったら宝具火力がちょっと出ないっていうぐらいかな。これだったら他のバスターのやつでっていうのもなるし、どちらかっていうと宝具火力を連打で賄っていく感じかなという感じかな。そんな感じな気がする。以上ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。あ、そうだ、霊装に関してなんですが、NP 効率もともといいんで、まあ宝具もっと連発していくんだっていう方は NP アップ系でもいいと思うんですが、これね NP 獲得量アップとかでもいいんですが、宝具火力物足りないっていう方は宝具威力アップとクリティカル威力アップもいいね。ガンガンクリティカルしてくれるし、それ以外で言うとまあ素直にいくんだったらやっぱバスター性能アップとかそこら辺でいいんじゃないかなと思います。
ということで今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。